おはみー、みきでーす。はい、本日はですね、すっごいちょっとキューブがね、めっちゃもう砂まみれでちょっと汚いということで、洗車をしていきたいと思います。みきチャンネル初の、キューブの洗車動画、はい、やっていきたいと思います。今日使うのがこちら。カーピカネットさんの、G モード使っていきたいと思います。ビビッと。普通のカーシャンプーとか、まあ、洗車するんやったら、まあ、カーシャンプーして、あとはコーティングしてとか、いろんな工程があると思うんやけど、こちらのね、まあ、G モードっていう商品は、カーシャンプーと、カーコーティング、この2つがね、1つでできちゃうっていう、とっても優れものです。はい、じゃあ早速洗車していきたいと思います。洗車 の使い方なんやけど、普通に洗車する感じで、まあ、OK、 特にポイントとかもありません、はい、なので、はい、普通通り一応水をねはめて、まずはね、はい、普通に洗車するように、はい、で一番いいのがこのね、プッシュタイプっていうね、このプッシュで、まあ、5プッシュぐらい、こうして1、2、3、4、5、はい、こんな感じ。そう、ね、いいのがこうやってね、ここでね、楽っていうね、めっちゃ楽。ちょっと待ってね、めっちゃ弾くんですけど。はい、使用後
いね。おー、いいね。いい、よく弾いてるよ。ビビッと。で、洗車を普段、めっちゃ洗車頑張ろうって思ったらシャンプー と、コーティングで、この2つでめっちゃ2時間とか1時間とかかかったりするんやけど、実際に今ちょっと動画撮りながらやけん長くなってしまったけど、普通に洗車するんやったらもう本当シャンプーの段階だけでコーティングが必要がないっていうことで、コーティングの時間が省けて、長く見て20分ぐらいで、拭き上げ合わせたら丁寧に拭き上げても30分ぐらいで終わるぐらいのすごいいいって思う商品なんやけど、あとね、発油性コーティングっていう、一回ね洗車をして膜を作ります。で、膜を作って、で、何日間か経ったら汚れって落ち、溜まってくるやん。で、一回そうやって膜を張っているもんなんで、洗車するときに水をね流すと汚れが落ちるっていうね、一緒に水と一緒に流れ落ちてくれるっていう、そういうコーティング剤も含まれているっていうことで、今回は一回の洗車じゃなくって、また数日後に、動画を撮ってちゃんと汚れが落ちるのかっていう検証をしたいと思います。で、こういう膜を張るっていうタイプはやっぱ1回だけじゃなくって、定期的にね、こういう定期的なメンテナンスっていうんかな、定期的に、定期的な積み重ねが多分大事だと思う。何回もやっぱり例えば、3週間、長くても3週間に1回とかにちゃんとこういうコーティングをやり続ければ、それだけ膜がしっかりしてくるっていうことやけん、汚れもね、よりごっそり流れ落ちてくれるんじゃないかなって思います。綺麗になったかもしれん。